着きましたよ、うん、よし行こう、うん、おはようございます。こんにちはってちょっと恥ずかしい時期慣れるよね。でもすぐ慣れますね、うん。ほぼ貸し切りなんじゃないですか今日。うん、だえいるんですか。で今あの車多分受付しようです。ああ。まあ出るかもしれないけどね。ああ。いやでもこの時間から。父ちゃん11触っていい？いいよ触っていいよ。冷たい？びっくりした。まさか雪があると思うんかと。ほんますね。途中からマジですか。何日か前にあの寒波みたいなのが来たからそれでしょうね。あれはまだ残っちゃうね。氷があるすごいね。今回ね、しかもあれなんですよ。今月2回目じゃないですか。で、なおかつ、これ実は10回目です。お、今日じゃあ、そんななるんか10回目です。スペシャルゲストに、たこ焼きくんだろ。たこ焼きくんだろ。スペシャルゲスト。スペシャルゲスト。一緒に乾杯しよう。乾杯しようって。乾杯ってわかる、うん、チーンってやるやつ。チーンってやる。はい。僕も持って。待って。何をする、これでチーンってやる。チーンってやる。嫌だ。そっか。じゃあ乾杯。乾杯。はい。あとで止めるの。あとやる。すごいね。10回目よ。はい。開けようやん。あ、そうか。もうそんなになるんか。10回目。やば。3人揃っての10回じゃないけど。ではないんですけど。日本海の時行かんかったっけ、玉川が行かれんかったっけ。あれだけじゃない。あれと、あ、そうか。山小屋みたいな。山小屋やっちゃう。僕のね、食べるやつもちょっともらおうや。温める、もう、まあこれ、ね、まああれどうする、夜にする、温めるとか、もう夜、まだお腹空いてない。まだお腹空いてない、そうか、それはラーメンさんラーメン食いよったの、父ちゃん、しまないやつと、なんか一緒にお話しして遊ぼうや。暇お話しして遊ぼう。暇って言ったら暇。あとおじちゃんがね、夜になったらね、お星様がね、どれがどのお星様か、もう知ってるんだよ。そう、このおじさんがお星様になるね。近いかも。ろっかしいる？いらない。今お腹が空いてないってこと？うん。あれで満足したんじゃん。これがうまかった。あ、これが来る途中に、あの一緒にヘルシング見ながら来ました。もう出た、ヘルシング。アーカード見た、アーカード。あの、吸血鬼が戦うやつあったじゃん。うん。包丁を持ってる人と。うん。あれ見たことないな、俺。え、ヘルシングない？うん。一回もない。うん。見てハマるけ。うん。アーカードがええよね。父ちゃん、これ外していい？いいよ。多分次会ったぐらいに、エイメンって言ってました。エイメンすごい英才教育。え、人もらう、なんぞやった。若本さん、真面目にやってるのって、アナゴさんぐらいしかないですよね。あれだけだよね。あと見た、あの、若本節になってて、コーラのやつ外して。みたいな。ベトベトなんか。ベトベトしっぱ。ああ、それ、ノリがついた。なんでノリがついてんだ。あのさっきのモンベルのカードあったじゃないですか、うん、あれはなんか年会費とか払うんですか。うん、1500円。あ、割引結構やっちゃうんで、うん、モンベルの。俺あの山口市のモンベルまだ行ったことがないんで、うん、で、あれが欲しいんですよ、ダウンハーガー。あー、ちっちゃい寝袋が欲しくて。高いけどね、自転車キャンプ行くのに。今のあのダウンの寝袋とか乗せようとしたんですけど、まあ重たいしでかいし。このぐらいになるけね、モンベルのダウンハーガーは。ですよね。
バローバック、バローバックでもこのぐらいになるけど、どうしても、どっちかないよ。でもダウンは濡れたらアウトだから、あ、うん、俺のはあれ洗濯できるけね。河川とかの方はかさばるけど、まあ濡れてもそんなに寒くならんとか、その辺のジレンマがあるけ、自転車だったらどっちを取るかよね。もうこれ脱ぐ。え、寒いやろ。もうそれにする。寒そう。なんか年寄りだけか体の中があれですかね、コスモが燃えてるんですかね。そうそう、煉獄さんない、はい、なんて言った。あ、なんて言った。僕、おじちゃんはね、鬼滅の刃今知った。漫画読んでるんですよ。いやいや、アニメしか見てない。映画見に行ったよね。あれどうなるか、劇場じゃなくてアニメよね。次は、次は2期ですよね、うん、2期を龍角編が編、うん、云々とかなんか言うの。あ、でも子供見て大丈夫なのか、理由がっていう話で今盛り上がってるね、確か。あれにすごい反応して、なんかすごい書き込みしようとしてもらうんだろ。あ、そうなの。遊郭の文を子供に見せてええかみたいな。でも女性蔑視だとか。でも昔あったことだからしょうがないですよね。いや、それは否定できんけど、昔あったことは。なんか戦争映画で人がいっぱい死んでいいのかみたいな感じ。そう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 これね、子供にとっては退屈だね。うん、寒いんだけど。外れる。いいよ、それ押さえて。寒いんだけど。寒って。これは冬立てるタープじゃないな。うん、この階段で、なんでこの幅取っちゃうかね。歩きにくいでいける。えらい水かさが多いね。今日多いですね。父ちゃん、深さ何十メートルあるんだっけ。父ちゃん、来て。これ乗りたい。これ乗られん。なんで。お金払わねえ元気。なんで。だった。よっしゃ、行こう。分かった分かった。で、怪我するんかい。それこそお母ちゃん迎えに来てもらう。ねえ。よし、行くよ。なんで。はい、行くよ。あれ取りに行くの。ガバーンと吹いたら笑わない。いた。あ、ほら、あそこ入っちゃいけんって書いてあるよ。こっち、道あるじゃん。お、白鳥ゴール、白鳥があそこ。そこにそのままずっとまっすぐ行って、こっち、こっち。おったろ、おったろ。あれ、本物？超でかい、本物よ。ラジコンじゃねえよ。本物よ。どうぞ、見てよ。入ってごらん。カモン。でっかいね、こいつ。ああ、やっぱり逃げるね、どうしたら。いやいや、ビビらしたらいけんもん。トンネル入ってる。月が出ちゃう、月が。何が？え？月まで靴撫でてみようかな。こりゃ36万キロぐらいあるけど届かんじゃろ。ほんと外あったけえ。あったけえじゃん。あの人が寒すぎる。ほんとあったけえだ。あの人が寒すぎる。ほんとにファーストぶつけてけど。裸にしてやろう。走っていこう。俺も最初考えたんだけどね。あるの。あれでかい。俺あれ。父さんたち遅いよ。おじゃな、おじゃな走ったら倒れるわ。ねえ。もう飲んどるけど。寒っ。揚げ入った。父さん、これ置いてる？懐かしいわ、それ。思わず歌ってしまったけど。自分でね、普通に加減の軍団とか言って歌いよったけど、懐かしいね、それ。懐かしい。あれ、もう何年か。え、小学校。小学校ぐらい、40年くらい前だよ。40年くらい前の話よ。キャプテン僕らの時は、テラホークスとかね。あったね。俺らは NHK でキャプテンフューチャーとか見られたけど、ね、あれはね、もう小学校1年生とか上がったぐらいじゃなかったかな、俺、キャプテンフューチャー。あれ面白かったよね、キャプテン、うん、まあ、あの頃、もうヒットソングだったもんね、小大悟は。ガンダーラか。銀河鉄道3-9とか。あれ、でも映画版の3-9、あれは
あれはええ。いや、いいもん見てもやっぱあればもう作らんのやろうね。無理だろうね。まあ、声優変わってもいいからやってほしいけどね。声優変わった。メーテルとかイメージ崩れまくらん。もうメーテルは永遠のメーテル、ね。池田翔子さん。あれしかない。鉄郎とかも、もう、あの辺はもう変わったら、野沢さん、もう変わったらダメじゃん。野沢さんだったらまあまだいける。まだいける。まあ、ただ池田翔子さんがどうかっていう。メーテルとか変わったらもう、結局そういう風なのがあるなと。世の中見た。あの光学機動隊やなんかにしても、あれ田中エターナルファンタジーが転んだっけね。もうだからあれそれあれかれこそ。びっくりしたプってなった。なかったことじゃないかな。絵はすげえ綺麗だったんだけどね、内容がちいとも面白いけど転んだよ、ね。もう買いたい。なんだっけ。まあ、いい匂いする。ジュースご飯の。甘いですか。ちゃんと炊けてればいいんだけども。これ父ちゃん。何のお米。チャーハンの米です。父ちゃん。いやいや、品種。ボートであの山まで行ってみようよ。そうじゃないですかね。米どころ。米どころ。ボートですか。秋田町とか。ボートであそこ行こう、あの山。今度連れてったら。なんで。暖かくなった方がええよ。今寒いよ。そうそう、寒い気今はダメ。寒くないよ。君だけだ、それ。母ちゃんめっちゃ怒られるよ。いいよ。いいよって、それで前も怒られる。帰ったら鼻水流してから。寒いって言ってなるんだね。そう言ったらいいけど、もう帰る、寒い。そうだよ。ならんよ。一人で漕ぐで。え？一人で。一人で漕いだらいけない。なんで？転覆したらどうするの？バシャンって落ちたら？父ちゃん助けに行かんよ。泳げんけ。泳げんけ。自慢げ。泳げる。なんか超自慢げに泳げんけ。じゃあ父ちゃん泳げるじゃん。え？泳げるじゃん。いやでもすっごい深い池、下にどんどん落ちていくよ。あれ殺虫スプレーあるけど。今ここで吹いたら大変よ、ね、大変父ちゃん、いや寝る前にあのテントの中で吹いちょかんにはなる。あ、父ちゃんテントにさ蚊が嫌いなやつやっとったらもう来んのじゃない。 あれ蚊じゃないけね、ハエだけ。じゃあハエが嫌いなやつやったらいい。ほんまハエ取り紙とかあったらいいかもしれないですね、うん、なんかいっぱいひっつきそうやね。なんか見よって楽しいかもしれない、うん、お、またひっついたみたいな。あ、じゃあ磁石の磁石のテントあったらさ、小さいやつはそっか、コバエトリとかそういう風なのね、小さいのあるけど、ね、虫こらずするしょけど、うん、父ちゃんの隣やめが臭いって。そうですか。そうですか。臭いってやめたって。父ちゃん臭いと思った。ここの匂い、これ違う。これじゃないか、やっぱり。なんそれか、ビールかもしれないですね。あ、まあいろいろ混ざってるよね、色が、うんうん、子供だからどこでも通るよ。大丈夫、破れたらお父ちゃん買い替えてくれる。でんぐり返しでちんちゃん、でんぐり返し。まあまだ使ったのが2回だけね、ほぼ新品だ。次は姉ちゃん早くにしましょう。姉ちゃん、次はまた入ろう。え、入らん。なんで。母ちゃん迎えに来たもの。母ちゃんくさほんま寝とったらすぐに帰りた。電波バリバリだったな。ここバリバリだね。いや今まで不便。小鳥も全く入らんからね。インスタも減ってくれもあったもんじゃない。その感覚があるけど、なんかキャンプ場で普通にインスタが見れるっていうのはすごいよね。なんか新鮮だな。なんかあれやね、2万回あもうちょっとやね。前回の。あ、前回のやつですか。お事件。その次の編集全然終わってないですからね。まだやってないんかい。 いつ上がるんかなってことも。ほんまにガチで丸3日ぐらいかかるからやってないんですよ。仕事が終わんなくなってくるから。しかも月末になってきたからもう違う仕事を終わらしとかないといけないってなって。そういうことね。月初とかだったらね全然いいんですけどね。島さんでもせせらぎは行ったことあるんだっけ。ないないですね。まだないんだよね。そうだ、せせらぎやってみよう。あそこの前の一番広いところで、あそこ地面硬いよね。あそこ死ぬほど硬かった。神聖ヶ原的な。いやちゃんとした普通の、あのオートサイドなんだけど。あ、そうね、でも芝生サイトじゃないけ。あそこは殺した。うん、やったじゃん。うん、すごいじゃん。あ、テーブル新品じゃねこれね。因縁つけられる。よし、これでテーブル新品が。よく見ときじゃん。殺した。川で荒すぎちゃう。なかったよし。
はあ、父ちゃん、あのさ、何もさ、足にくっついてないのにさ、なんかくすぐたっけなって勝手に。小川のロッチシェルター4針。それは幽霊が触ったんじゃん。違うよ。違う。後ろに幽霊が。夜に出てくるじゃん。幽霊が後ろに出てくる。ここ、あれだって。見えるよ。幽霊がね、ちょっとおるんだ。出てくるかも。じゃあミイラは？ミイラ？ミイラおらんか。じゃあお化け屋敷は？もしかしたらお化け屋敷になるかもしれない。え？まあおとなしくしときにさ。お菓子食うか？あ、お菓子食べる？お腹すたまだ？お菓子は？だ！どうだろう？お腹すいたんだろ？お腹すいた？終わる。うわ、なんかめっちゃお土産とかでありそうだ。あれね。めちゃめちゃうまそうだよ。食べていいよ。もううまい。これがうまい。これから行こうか。これも美味しい。うん、アーモンド。お菓子食うとみんな黙るからな、うん、あ、カンこっちちょうだい。あ、いいですか。どうせ今日僕は知られるけ。ああ、むや。あと佐藤さんも不燃物かなんかで油が乗っていい思えるかもしれない、うん、いやいや、もう焼却炉が溶けるよ。燃えすぎて核融合起こすかもしれないんで。父ちゃん、はい、自分のお菓子取りに行きたい。自分のお菓子？ああ、それで買いよったね。僕、多分まず後で上着持ってこようか。寒いよ、絶対。あれらしいんですよ、そう、小学校とか幼稚園とかでも、安我慢して、半袖とかって子がやっぱいるらしいんですよ。いや、昔俺らだって雪がこのぐらい降るところでも半袖半端やね。昔って上着とか絶対ダメだったじゃないですか。ダメだね。ダメだったんですよね。いや、上着はあっても半端だったけどね、うん、半端。あ、うん、あ、そっかそっか、半端だったっすね。半端だった。父ちゃん、父ちゃん、長ズボンじゃなかったかな。あ、なんかそこにいっぱいいっぱい来たよ、鳥が。どこに？カモ。ほらカモがネギショットやってきたよ。食べたら美味しいやつや。食べたら美味しい。6匹。ほら鶏肉さん、鶏肉さ ん, 肉さん、そういえば鶏肉さん、後でおじちゃん作ってくれるって。温めます。もう作ってるけん。いっぱい来たよ。何匹いる？1、2、3、たくさんたくさん。ブッシュマンだよ、ブッシュマン。ブッシュマンが出た、ブッシュマンが。袋見えた。あと、何が見えた？袋。何の袋？どこに袋があるの？多分雪だるまの溶けた後じゃないかなと思う。俺もそうじゃないかなと思うんですけど。行ってみる？じゃあ父ちゃんが行ってや。父ちゃん行け。え？じゃあ一緒に行こう。わかったわかった。よし。雪で遊べる。いや、もうだいぶ慣れてきた、うん、ここでもほんとカナとか面白いかもしれんすね、うん、夏はね、みんな借りるけ、うん、ここはどこがどう経営者のとこ。氷持ってきたぞ。鹿なんかなるんかな。雪持ってきたぞ。山口市、市になるな。すぐに雪だるま完成。雪だるま完成した。でもすぐ寒くなるでしょうね、これほんま。風邪ひかれてもいけんけ、つけておこうか。いや、そもそも半袖半ズボンなのが間違いなんですけど、ね、まあね、ちょっとおかしね。ちょっと上着着ようや。いや、母ちゃんに後でビデオ見て怒られるよ、すごい。父ちゃん知らんよ。ですよ。わかった。わかった。え、証拠残るんだけ。なんぼ言うても。それ赤いやつは着とってよ。なんで。いや、風邪ひくって、風邪。お母ちゃん怒られるよ、お母ちゃん。じゃあこれ脱ぐ。はい、ダメダメダメ、脱いだらいけない。じゃあさ、これちょっと、これここにやったらいいじゃん。閉まったら、閉まったら見れんくない。ガンダムか、ガンダムか。小型核ユーロ。ガンダムですか。こんなの外したい。まあ、基礎筋さえ風邪ひくって。風邪ひくよ。引いてもいいの？いや、引いたらお母ちゃん怒られるよ。そうよ。怒られるよ。お母ちゃんが涙が流すよ。そうよ。父ちゃんに、ね、母ちゃんの方が怒ったら怖いよ。父ちゃん、今回は母ちゃん怖い。いや、違うよ。父ちゃんの方が一番怖いよ。母ちゃん、八尾さんに怒ったら怖いよ。父ちゃんの方が一番怖いよ。それはミサイの方が、ミロシより。ミロシよりミサイの方が怖いよね。いや、違うよ。何？あのね、シンプルの父さんに靴下臭いじゃないですか。あれ今、今、変わったよね、声優さん。変わりましたね。あ、なくなったかよ。ひらてー、ごま。
でも確かに亡くなる前にもう自分もやめたよね。やめられましたよね。一回東京で、事務所の後輩に変わってたよね。俺あの声さ好きだったんだけどな、どの役やってもあの声、藤原さん、喋り方、藤原さん、かっけがあったけどな、かっこよかったっすよね。かっこいい、あの人はなんか3枚目やってもかっこいい感じがするし、あ、声がいいよね。いや、そうっすね。おられるよ今。じゃあ怖い夢見てからその夢が本当になったらどうする？そういうなんか映画があったの？怖い夢、トワイライトゾーンじゃない、なんかトワイライトゾーン、あれでしょ、飛行機のそうそう、翼に、あ、翼でこうやってすげえ壊してるやつ、ね、誰も信じてくれんってやつ。トワイライトゾーン久しぶりになる。エルモ街の悪夢がそうだよね、夢よね、あれ。俺あの辺はあんまり見たことないんで、ほんま、うん、俺も見たことないけど、確か夢の中で襲われてそれが起きたら現実になるっていうのが、あれ、エルモ街の悪夢、エルモ街の悪夢。ソニーの一番高いヘッドホン買ったりとか、これは6万もするのに買ったり。あれは隣のやつうるさいから、ね、気がついたら一眼のいいやつ買ってんじゃないですか、新しいやつ。いや、そこまではいかん。だってこれでインスタ上げるぐらいなんだよ、これ携帯で十分じゃけとか言いながらレンズ買ったりっ白玉かなんかね、こんなのがね、白いのか、いやいや無理無理無理。特殊な動画なんだろうと思うよ、他の動画から。まあ本人が一番特殊だ。じゃあさっきの独身合体からなんかね流れに。